クワシオルコルの症状を呈した幼児。脱毛、不腫、成長不良、体重減が見られるクワシオルコルは、栄養失調の一形態。原因はいくつか考えられているが、一般には、タンパク質の摂取量が十分でないために起きると、されている。大部分の症例は1歳から4歳の小児に、見られるが、より年長の児童や成人でも見られることがある。 ジャマイカの小児科医シシリー・ディ・ウィリアムズが1935年に医学雑誌ランセットに投稿した記事の中でこの語を用い専門用語として認知されるようになった。授乳期の乳児は成長に不可欠なある種のアミノ酸を母乳から得ている。乳児が血離れして離乳食を取るようになった時その食物に含まれる栄養分が 澱粉や炭水化物中心で、タンパク質に乏しければ、子供がクワシオルコルを発症する可能性がある。このような接触状態は、澱粉質に富んだ野菜を主な食物とする地域や、基金に見舞われた地域でよく見られる。通常は、クワシオルコル単独で発生することはなく、炭水化物不足のマラスムスと共に発生する。クワシオルコルの名称は、 ガーナの海岸部で使用されるガグに由来する。直訳すると上の子、下の子、または一番目、二番目という意味になり、実際には受け入れられなくなった子供を指す表現である。このことは、クアシオルコルの生じる原因が弟や妹が生まれたために子供が血離れさせられたことが多いことを反映している。一説にはガーナのアシャンティ人の言葉で、 赤い子供を刺すともいい、罹患した小児の皮膚が皮膚炎で赤くなることによると、される。クワシオルコルの症状を呈した少女。ビアフラ戦争時のナイジェリアの救援キャンプにて、栄養不良の児童のクワシオルコルの診断基準は、足の不手である。他の所見には、腹部の膨張、死亡性新潤物による肝臓の肥大、 細い毛髪、歯の脱落、肌の脱色及び皮膚炎が挙げられる。クワシオルコルの児童は、しばしば過敏症や、食事不振を呈する。また、生育不振、下痢、体重の減少も見られるが、体重の減少は、マラスムスほどは、激しくない。血中インスリン濃度は維持される。腹部の膨張は、一般に二つの原因に返せられる。一つは、 腹水の貯留のためで、これは全身に及ぶ、細胞内グルタチオンの欠乏の結果として起きた、システニルロイコトリエンの酸性の増加により、毛細血管の浸透性が更新するために起きる。また同時に、栄養失調によって、血小蛋白質が減少し、その結果硬質浸透圧の減少とそれに伴う、毛細血管壁の浸透性の更新が、 もたらされるとも考えられている。二つ目の原因は、脂肪肝のために肝臓が肥大することであると考えられている。この脂肪の蓄積は、脂質を肝臓から全身に輸送するアポリポタンパク質の欠乏によって生じる。クワシオルコルの患者は、ジフテリアやチョーチーフスなどの疾病に対するワクチン接種を受けても、抗体を作ることができない。一般的に、 クワシオルコルは食事にカロリー源とタンパク質を加えることで対処することができる。しかし、この疾患は患児の心身の発達に長期にわたって影響を及ぼすことがあり、また症状が激しい場合は死亡することもあり得る。クワシオルコルの発症要因には様々な解説があり、未だ議論が続けられている。タンパク質の欠乏と同時に、 カロリーや微量栄養素も不足することで発症するということはすでに認められているが発症の主たる要素ではないかもしれない鉄、溶酸、溶素、セレン、ビタミン C などの栄養素とりわけ抗酸化に関わるもののうちの一つが欠乏することが病態に影響すると考えられる生体内で重要な抗酸化物質のうちクワシオルコルの漢字で減少しているものには グルタチオン、アルブミン、ビタミン E、多不法和脂肪酸などがある。したがって、基本的な栄養素内視抗酸化物質が不足している小児が、病気や毒物などの外的ストレスにさらされると、クワシオルコルにかかる可能性が高くなる。栄養についての知識が不足していることも、要因の一つとなり得る。コーネル大学の国際栄養プログラムの主導教授。 マイケル・ラザム博士が示した例には、子供にキャッサバを食べさせていた親たちで、クワシオルコルによる不死のために、子供が栄養失調であることを認められず、食事中に、タンパク質が足りないにもかかわらず栄養が十分、行き届いていると主張していたものがある。クワシオルコルの発症の重要な要因の一つに、アフラトキシンによる中毒がある。アフラトキシンは、カビ毒の一種で、 カビの生えた食べ物を取ると一緒に摂取され、肝臓のチトクロム P450 によって、代謝を受けポキシ化されて、肝細胞の DNA を損傷する。血清タンパクの多く、とりわけアルブミンは、肝臓で産生されるため、クワシオルコルの症状はこれで容易に説明できる。クワシオルコルの大部分が、カビの生育に向いた温暖で湿潤な気候の地域で、発生していることや、 乾燥した地域では栄養失調に関する疾患といえばマラスムスの方が頻度が高いことは注目すべきであろうそうすると患者を治療する上でタンパク質は同化作用のみを目的として補給するべきでありイカ作用に対しては炭水化物と脂肪とで賄うべきであるという結論に至ることができるタンパク質のイカ経路には肝臓で行われる 尿素回路が含まれるが、すでに損傷している肝臓にタンパクを補給すると、尿素回路が機能しきれずに肝機能が破綻し、肝不全を引き起こして死に至ることもあり得るからである。栄養失調による疾患には、他にマラスムスや悪液質がある。後者は原因となる疾病があることが多い。日本国内においての発生状況は、敗血症などの重症の感染症や、 手術後、外傷や熱傷などで代謝ストレスが更新したり、疾患に対する治療のため十分な栄養が摂取できなかった場合、高齢者で食事摂取が困難となった場合などのような疾患治療中の場合などがほとんどと考えられる。しかしながら、養育者の栄養についての理解が不十分なために、発症した事例や糖尿病の治療中、 心理的な問題によって発症した事例のような、個発例の報告が散見される。近年では、社会的な要因による多発例の報告はなく、1960年代に、平地で行われた、調査の報告があるが、罹患率の把握には至っていないようである。我が国では、クワシオルコルが、大きな社会問題となる可能性は、あまりないと考えられるが、 今後も養育者の理解不足、貧困家庭、虐待などの個別の事情によって、詳しオルコルを発症する可能性も考えられる。ありがとうございます。